飲み込む。
覚の力は私と共にある。貴様らは旧世界の崩壊を前に死闘しているだけに過ぎない。希望だ。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。悪くない、プラス5点。間に合ったよ。あんな気持ちよ、気にしないで。ありがとう。存在と感知識はシャフト、真理を探り誤謬を根絶する。力こそ希望だ。この程度か。間に合ったよ。あんな気持ちよ、気にしないで。悪くない、プラス5。終わったわね。お母様、あなたは夢から覚めることはできましたか？今回の開拓本当に大変だったけど、タンコ、それにあんた、うちら見事にやり遂げたね。あ、でも性格はどうしたらいいのかな。今までは全部ヨウおじちゃんが処理してたけど。姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。この性格は二人が封印してくれるそうだ。さすが、これでこの世界の危機は去ったってことだよね。風雪激しく、止まるはガタシ。性格が封印されれば寒波は徐々に収まっていくだろう。
だがこの世界の劣化は急激に広がることもなければ忽然と消えることもない。ヤリイロ6は確かに再生の可能性を得たが、それには時間が必要だ。ここから先は彼らの努力次第だろうな。みんなありがとう。ありがとう。でも私は大丈夫、心配はいらない。やるべきことはたくさんある。あの造物エンジンによる騒動にはきっと市民たちも気づいたはず。多くの疑惑を晴らす必要があるし、公表すべき真実もある。ただどうすればみんなに受け入れてもらえるのかわからない。ことが本当に可能なの？お母様の真の目的を人々に告げ、700年も続いていた嘘を明らかにする。ダメ、それは絶対にダメよ。ゼーレ、私どう説明したらいいかわからないけど、他に方法はないと思うの。仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた。明日はきっと良くなるってね。そうすればたとえ嘘だと分かっていても希望を抱いて眠ることができるから。もしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょ。人々は間違いなく絶望してしまう。守護者さえ信用できなくなったら、私だったら何を信じればいいのか、何が信じられるのか分からなくなるわ。お母様はベロブルグを損護するために犠牲になった。え？天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされた。そして彼女は初代大守護者であるアリサ・ランドが性格を破壊できなかったことも知っていた。それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意した。そうして大守護者カカリアは自らを犠牲にしてベロブルグを危機から救った。今からこれが真実になる。あなたたちはどう思う？それならまだ孫悟の希望はあるわね。合理的だな。少なくとも嘘だと反証するのは極めて困難だ。どうして嘘をつかなきゃいけないの？よくわかんないからパス。うちはやっぱり本当のことを言う方が好きだもん。でもみんなの言うこともちょっとは理解できるよ。理解してくれてありがとう。多くの人にとってお母様は優秀な守護者だった。真実を残したいのなら過ちも狂気も邪悪も夢も全て私の記憶の中に留めて私が背負えばいい。大守護者の責務を受け継ぐ以上、私は甘い幻想を捨て去る必要がある。ごめんなさいツエレ、あなたにはこの秘密を私と一緒に守り続けてほしい。私たちの命が尽きるまでずっと。もちろん、どうすればいいか分かってるわ。ありがとう。それじゃあ前に約束した通り上下をつなぐ橋を架けるために動きましょう。ゼーレ、
あなたは性格が封印されたことを仮想部のみんなに知らせてくれる？もうすぐ封鎖は終わると、自由に呼吸できるようになると伝えてほしいの。ええ、私に任せておいて。きっとあなたも首を長くして待ってるはずよ。あなたが取り継いでくれるなら私も安心して行政区に戻れる。ジェパード獣影官とセーバルさんに伝えないと。ちょっと大丈夫？どうしたの、ブローニャ？どこか具合が悪いの？私は大丈夫。早く動かないと。でもすごく苦しそうだよ。どうしよう。あんた何か考えはない？わかった。忘れるところだったけど、あんたたちまだ指名手配されてるんだったわね。私は仮想部の人間だけど、あんたたちほど目立たないでしょうし。それじゃナタへの報告はあんたたちに任せるわ、ブローニャのため。ううん、ベロブルグのために。あんたたちも秘密を守るのよ。ねえ、さっき急にかっこいい武器を持って戦場に現れたけど、一体何があったのかちゃんとうちらに説明してくれない？え、あんなタイミングで琥珀王に見られたの？偶然で済ませるにはちょっとできすぎな気がする。彼自身よく分かっていないのだろう。今回が初めてじゃない。宇宙ステーションで終末獣と対峙した時も同じようなことが起きていた。ナヌークに一別されたことは覚えているか？今まで性格は壊滅と関係があると考えていたが、どうやらそんなに単純な話ではないようだ。一度ベルトさんに相談しなければ結論は出せない。まずは今やるべきことを終わらせよう。姫子さんとベルトさんが性格を処理している時に邪魔をするのは避けたい。この件について話すのは列車に戻ってからだ。うん、そうだね。一度やると決めたことは最後までやり通さないと。早くナターシャを探しに行こう。氷の国に行って火を取るっていう遠心と逆方向行こうとする。やばいな、遠心使えるとは言われてる。あんなのあるか、ああいうふうでも使える男になるんだね。